さっさと楽園とやらに連れてってよ。うちのペットに会いに行くんだから。俺たちを騙して嫌がったら容赦しねえからな。してにゃい。少なくとも今回は気をつけるにゃ。あの強烈な反応がまた現れたにゃ。すぐ近くにゃ。みんな戦闘準備だよ。皆さんごきげんよう。え？あなた喋れるの？ところで喋れる人と会ったの初めて。こいつはどうも前に会った人格の投影とは違うみたいだな。こいつじゃなくてレーラ。この辺全部うちの縄張りだし、あなたたちよそから来たんでしょ。タロット？回収？さて、どう説明したもんかな。要するに、カードみたいなもので。キラキラしてて、見ればすぐ力が溢れてるってわかるものだよ。さっきからこの辺を走り回って、ずっと追いかけてたの。お嬢ちゃん。何か心当たりがあったらお姉さんに教えてくれるかい？うちのお宝はあげないからね。お前の名前が書いてあるわけでもないだろう。うちが拾ったものはうちのものなの。ベラちゃん、私たちはベラちゃんの宝物を奪いに来たわけじゃないんだよ。あれは危険なものなの。最悪を引き寄せて破滅をもたらすかもしれないんだよ。ベラちゃんもいきなり厄介な奴らに囲まれたら嫌だろ。それって本当の話なの？
なるほどね。うちだってそう簡単に信じちゃうほどバカじゃないのよ。だけど証明するチャンスを与えないこともないわ。ついてきなさい。次は私の番。次は私の番。次。次は私の番。共に戦おう。次は私の番。切る。分かった。
とりあえずそうしとく。共に戦おう。共に戦おう。共に戦おう。チッ、どうも。ここは戦場だ。了解。ターゲットを教えて。わかった。仰せのままに。了解。
チ。どうも。キル。うちの秘密基地へようこそ。すごいでしょ。ここのお宝はうちが一人で全部拾い集めたんだから。やばい、東映がうろうろしてる混沌の海からこんなに。確かにすごいね。言っとくけど、ちょっと見せるだけだからね。ゼルル、どこ？ゼルル。うちが拾ったペットなの。ゼルル、早く出ておいで。新しいお友達が来たんだから。この子はね、お腹が空いてるときは暴れたりするけど、お腹がいっぱいになったら結構おとなしいんだよ。何でもよく食べるし、自分で食べ物も探せるから、全然手がかからないの。ちょっと、あなたたち、なんで急に後ずさるわけ？あなたたちはこの子を探してたんでしょ？こっちが探してんのはタロット、カード上のタロットだ。こんなんじゃねえ。もう早く言ってよ。もう うち聞いてないし。カードみたいなものね。前にゼルルに食べさせたっけ。でも大丈夫、こういうの慣れてるし、吐かせればいいんだよ。だから、なんでまた後ずさるのよ。ゼルル？変なもの食べちゃったの？だから何でも口に入れないでって言ったでしょ！ベラちゃん危ない！今日は全く予想外の展開ばかりだね。
あいつ腹が痛くて怒ってるってわけか？冗談じゃないぜ！ゼルル、うちが絶対吐かせてあげるからね。待って、あの最悪は今ものすごく危険なの。はぁ、このままじゃまずいね。追うよ。共に戦おう。ん？共に戦おう。ふっ。共に戦おう。共に戦おう。感謝いたします。はっ、もっと頑張らなくちゃ。これが正義の代価でしょうか。ありがとう、あなたのおかげで勝利をつかみ取れました。この状態が続けばいいんだけどね。え？ゼルルは？意外と打たれ弱いのね。気にするところそこなんだ。ゼルルを返してよ。礼を言うならまだしも、俺たちを責めるとはな。
あなたたちが来なければゼルルは死ななかったのに。同じのを捕まえてきてよ、今すぐ。そう言われても最悪はそう簡単に捕まえられるものじゃないんだよ。うちの秘密基地だって、あなたたちのせいでせっかく集めたお宝が全部パーだよ。うちはまた一人きりで混沌の海をさまようことになるのね。この子をここに置いとくわけにはいかないね。方がずっといいに決まってるし、ゼルル2号を用意してくれるまで誰一人返さないんだから。ねえねえベラちゃん、楽園には喋る猫ちゃんがいるんだよ。喋る猫？ゼルルみたいに可愛いの？もちろん可愛くて賢いんだよ。しかも大好物がタコの缶詰なの。ただの猫に食いつくかよ。よし、じゃあその子をうちの新しいペットに決定。さっさと楽園とやらに連れてってよ。うちのペットに会いに行くんだから。こじこにょ、やっぱ部屋に戻って寝るにゃ。ふえっ、学園での生活にももう慣れたようだにゃ、あいつ。力がどんどん強くなってタロット集めも順調みたいにゃ。あの願いもそろそろ形が見えてきた頃じゃないかにゃ。うむ、機会があれば褒めてやるかにゃ。いや、やっぱりやめたにゃ。あいつこの我が輩をペット扱いしたあげく他人にあげたんだにゃ。
許さにゃいぞ、愚かな人間め。